みなさんこんにちは。本日も島村楽器横浜みなとみらいチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日は吹奏楽部とオーケストラの花形楽器オーボエをご紹介したいと思います。で本日吹いていただくのは島村楽器オーボエ科講師の有賀さんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずオーボエという楽器はどういう楽器になりますか？はい、オーボエはまず木管楽器でグラナディラという硬い木を使っています。これがすごく木管楽器らしい音を作っているんですけども、もう一つ特徴がありまして、楽器の先端につけるこのリードという部分なんですけども、こちらこのまま2枚くっついて組み合わさって作ってるんですけども、これだけでもう音が出ます。こんな感じなんですが、楽器につけるとまた全然違う音色がするのが特徴的です。はい、ありがとうございます。サックスとクラリネットはシングルリードといって1枚のリードとマウスピースとリガチャーでセッティングして音を出すんですけれども、オーボエはリードとリード2枚のリードを組み合わせてダブルリードというもので音が出る仕組みになっているんですよね。はい、はい、それでは早速オーボエの吹き比べをさせていただきたいと思います。始められる方におすすめな3機種のスチューデントモデルをご紹介させていただきたいと思います。まずヤマハのバイオ B431 とマリゴのルメール、ポサッティの FJ55 というモデルをご紹介させていただきたいと思います。それではまずヤマハの YOB431 からよろしくお願いします。全然音色が変わってくるんですね。そうですね、やはりマリゴの深くてダークな音色が特徴的に出てるかなと思います。はい、ヤマハとは装備が同じなんですけども、うん、やっぱりそのメーカーの違いっていうのがすごく分かったかなと思います。はい、そうなんですか。ヤマハとルメールでマリゴで吹き比べてみて、吹いた感じとか吹奏感はいかがですか？はい、ヤマハの方がやっぱりちょっと出しやすいっていう感じはしますので、うん、最初にはおすすめですけども、こちらのルメールはやっぱり重厚感があるので、ある程度程よい抵抗感を感じるかと思います。長く使いたい方はこちらもおすすめですね。はい、ありがとうございます。次にポサッティの FJ55 を吹いていただきたいと思います。はい、そうです。
ですね、ヤマハと同様立ち上がりはとてもいいんですけども、まとまりのある音色が素敵かなと思います。はい、ありがとうございます。なんかキー装備についてちょっとボサッティは違うみたいなんですけど、こちらはいかがですか。はい、先ほどのヤマハに比べてトリルキーがちょっと多くついていたりとかですね、ここの目の指なんですけども、ここにちょうど穴が開いていまして、うん、カバードキーよりもこちらの方が音抜けが良くなっているので、やっぱり心地のいい吹奏感が低音でも感じられるかなと思います。うん、同じスチューデントモデルでもやっぱり音キー装備が違うんですね。はい、はい、ありがとうございました。3機種のスチューデントモデルを比べさせていただきました。また吹奏感だったりとか音色は動画で伝わらない部分もございますので、試奏もみなとみらい店ではできますのでご来店いただけたらと思います。それではまた次も見てください。ありがとうございました。